よく集まってくれたわね。我が勇者部精鋭諸君。そして今こそ言うわ。時は来たと。まさか、とうとうあれが。ゆうきちゃん、何か知ってるの？うん、これは。あ、ユナ、梅雨が明けて夏が来たとかじゃないわよ、一応。先に言われた！どんまいだぞ、ゆうき。でも、精鋭と呼ばれるのは悪くないな。あ、そっちは女子力の精鋭だから。何？素晴らしい日です。とうとう若葉ちゃんの女子力が日の目を見るんですね。な、私なのか？いい表情です、若葉ちゃん。いただきました。いきなり混沌とした展開に。結局これは何の集まりなんですか？なんか恒例になってきた誕生日パーティー。女子力高いプレゼント選ぶわよ。あれ、7月は誰もいないの？それにはノーと言わせてもらうわ。今月は私のみーちゃんが誕生日よ。ちょっと待って、うたの。確かにそうだけど、私勇者じゃないよ。いいえ、パーティーはプライスです。遠慮はダメよ、みーちゃん。そうそう、歌野の言う通り、ここにいるってことは認められてるってことでしょ。ミトム女子力ってやつがさ。イエス、女子力。女子力はともかくとして、ミトさんの誕生日パーティーをするんですね。一人だけは寂しいけど、その分盛大に祝わなきゃだね。ちょっと待って、確か入部の書類に誕生日欄があったはず。確認します。あ、夏目さんも7月だ。夏目？なんで言わないのよ、水臭いじゃない。それは、騒がしいのは得意じゃないんだ。パーティー拒否派が2人だと。誕生日は好きなだけ飲み食いできる日なのに。よく来たわね。あ、そりゃ来るわよ。暑さで頭やられちゃったの？しょぼん。これは放っておいていいのか？お姉ちゃんはそのままでも大丈夫です。いつきひどい。あ、歌野はなんか買い物があって来れないってさ。落ち込んでないじゃない。まったく、気を取り直して始めるわよ。今月が誕生日のミトさんと夏目さん、その両方がパーティーはしない派なんですよね。無理にする必要があるのかしら。そうね、本人が嫌がっているのだからやらない、それも一つの手だわ。では一度ケツを取りましょう。パーティーをしない派、挙手をお願いします。東郷、いつき、すみ、あんず、ちかげね。待ってください、かりんさん、反対反対、私は納得できません。だな、たまも銀寄りだな。誕生日はパーティーをすべきだ。チームみのさんたまぼう爆誕。チームみのさんたまぼうは2人に対して、こっちは5人。浮動票の行方が重要ね。そのチーム名を定着させようとするな。確かに無理にするのは違うよね。でも何もしないのは寂しいと思うんだ。私は結城の意見に賛成だ。せめてプレゼントくらいしたい。でもさ、何が欲しいって聞いてもあの2人ならないって言いそうだよね。欲しいもの、夏目先輩はわからないけど、ミトリンのはちょっと考えれば簡単に思いつくよ。そうなのか？若ちゃんは分かってないな。ミトリンが欲しいのは農業王です。それです。なんて素晴らしいアイデア。若葉ちゃん、これしかないですよ。え、あ、日向がそう言うなら、
そうなのか。歌のミトにプレゼントだな。そうと決まれば行くぞ金。はい、可愛いリボンを巻いてプレゼントです。行っちゃった。これでよかったのかな。ダメでしょうね。みーちゃんに素晴らしい誕生日プレゼントが用意できたわ。名工の手によるシャベル、そして自分用にお揃いのクワ。みーちゃん、農業の未来は明るいわ。歌のは帰ってるか。タマコさん、それとよくわからないメンバーだわ。どうしたの。それなんだけど。ちょっと誰が本題を切り出すのよ。勢いで来ちゃいましたけど、どうしましょう。こういう場合は言い出した本人じゃないのか。まあタマでもいいけどな。言い出した本人ってことは私かな。私だね。じゃあ行ってくるよ。いや待ってくれ、ここは付き合いの長さだと思う。私に行かせてくれ。待たせたな歌の。ミトへの誕生日プレゼントについて相談したい。あ、パーティーの相談は終わったのね。今日は出られなくてごめんなさい。ああ、それでだな。でも見て若葉、私はミーちゃんにエクセレントなプレゼントを見つけてきたわ。そうか。チリスボミだよ。ご先祖様、言い出せなさそう。大丈夫です、若葉ちゃんなら。こうなったらやむを得まい。若葉、総員突撃、歌のを捕まえろ。ホワッ。ああ、こうなったか。歌のをプレゼントしたいなんて言えないよな。まあ仕方ないわね。でもここで捕まえちゃえば問題なし。なんだかよくわからないけど真剣なのね。でも私はそう簡単に捕まったりしないわ。さすがに強い。やるな歌の。一対他の戦闘には慣れてますので。というかこれ本当にどういう状況、誰か説明プリーズ。捕まってくれたら説明します。だからおとなしく捕まってくれ。捕まれって言われておとなしく捕まる人なんていないわ。うんうん、そうだね、その反応になるよね。おかしいな、普通に頼めば戦闘にならないはずだったんだけど。すまない。大丈夫ですよ若葉ちゃん、歌のさんさえ捕まえてしまえば脳幹です。いいえ、そう簡単に捕まりません。逆に全員捕まえてみせるわ。歌の、なんだか騒がしいけどどうしたのって、本当にどうしたのこれ。ビッグハプニングよみーちゃん、急にみんなが襲ってきたの。襲ってって、まさか洗脳とか。そりゃよ、きっとうどんの食べ過ぎでこんなことに。うどんは関係ない、私たちは正気だ。ただ待って若葉、ミトに話しちゃダメ。そうだよ若ちゃん、サプライズが台無しだよ。私はどうしたら。もういっそのことミトも捕まえればいいんじゃないか。それしかないですタマコさん。だな、よし、ミトはタマに任せたまえ。そうはさせないわ。はーっ、あいっ。なんだ今の、すごく痛かったぞ。兄ちゃんに手を出すなら容赦しない。ここからは全力中の全力、ハイパーな私でお相手するわ。はぁー。
守るものがあれば強くなる。道理だな。妙な感心してる場合じゃないぞ。ミトリンを守る農業王、まるで王子様だね。農業王子なんておだててもミーちゃんに変なことしようとする虫さんは駆除。ミトさん大事にされてますね。嬉しいですけど本当に何事なのこれ。何事だったとしても安心してミーちゃん、私が必ず守るから。ありがとう歌の。でも部屋の心配もしよう。大丈夫です、物は壊さないようにしてます。片付けもちゃんと手伝うよ。気を使ってくれてたのね。私気にせず戦っていたわ。歌の騒がしい。なんだこの状況は。ちょっと夏目まで来ちゃったわよ。寮の中ですからね。場所が悪かったかもしれません。もうどうしようもない気もしますが、どうしますか。夏目だけ逃がすわけにもいかないはずか。ああ多分それで正しいはずだ。すまない夏目さん、捕まえさせてもらう。そういう展開か。わかりやすくて嫌いじゃない。教頭ね夏目さん、兄ちゃんは私たちの後ろにいて。なんだかすごく守られてるけど置いてけぼり感もすごい。じりゃあ、この声は戻ってこないと思ったら。戦闘音が聞こえますね。部屋の中で戦ってるんでしょうか。そうでしょうね。まったくもう。両者そこまで。あ、まったく何をやっているの。ロイさんと上里さんに乃木さんまで。ごめんなさい。風先輩もですよ。まさか率先して暴れてるなんて。つい。そのっち銀、反省の言葉が聞こえないわよ。ごめんなさい。反省してます。それで結局この騒ぎは何だったのかしら。説明してなかったんですか。そのっちが歌野さんをプレゼントしようと言い出したんです。そうなの。でもでも絶対に喜ぶと思うんだよ。リボンで可愛くラッピングして。歌野を可愛く。それは喜んだかも。みーちゃんが喜ぶならノープロブレムだわ。私はみーちゃんの誕生日プレゼントになる。そうこなくちゃ。さすが農業王だよ。じゃあじゃあ今からラッピングしよう。待ってくれ、一つ確認したい。私も歌のをもらうのだろうか。あ、確かに今の私はプレゼント。いや欲しいという話じゃ。どうしようみーちゃん、私一人しかいないわ。どうしよう。二つに割ったら死んじゃうし。分身とか。それだわ、私分身する。千景さん、分身の術を教えて。無理よ。ただいま。あ、やっぱりみんな一緒に戻ってきた。おかえりなさいって、なんでボロボロになってるの。やっぱり人騒動あったみたいね。まあ予想通りってことで、お腹空いててちょうどいいんじゃない。だね。はい、ミトちゃん、ありがとう。って、おそば？誕生日パーティーは家だって話だったからケーキは用意してないけどね。夏目もこれ好物だったでしょ。これは沖縄そばか。
美味しいな。おう、なるほど、こういうプレゼントか。よく考えたな。はい、パーティーをやらなくてもせめて好きな食べ物はって思ったんです。お蕎麦だけじゃ足りない人にはぼた餅もあります。はーい、東郷さんのぼた餅。蕎麦にぼた餅、確かに両方美味しいけど、この組み合わせはいいの？美味しいなら問題なしよ、カリンさん。楽しい雰囲気に美味しい食べ物、次はプレゼントの出番ね。どうかしら、みーちゃん、似合ってる？似合ってるけど、私本当に受け取るの？さっき守ってもらったし、もういいや。遠慮しちゃダメよ、それじゃ私の気が済まないわ。でも…いいから受け取っておけ。ありがとう、歌の。それにしてもなんだか大騒動になっちゃったね。でも楽しかったよ、だから何も問題ないと思うな。私は本当に巻き込まれただけだったが。それも含めて楽しかったよね。それとも楽しくなかった？いや、確かに楽しくはあったな。いい運動になった。いやいや、あの騒動のきっかけ乃木だからね。それに便乗して大暴れしたんだから風も同罪よ。